ドライヤーめっちゃ来てるやん。めちゃくちゃストレスですよ。青年座った、そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年。しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れ、カウントダウン開始。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年。カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを求めずただ見てるだけ。さらに友達逃げる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていくが、その時クラッシュ。
午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だが、お茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは見事大ジャンプ成功。そのまま加速し直滑降。誰もいないゲレンデに彼の叫び。はい、もしもし。誰かが帰って怖いと。あ、違う。あ、ダメだ。ダメだ。ダメだ。すごい対応考えてるよね。猫ジャンプは見られるのか。南明だ。普段どんな歌だったんですか。アニソンが多いですね。はい、アッキーナを部屋に残しドッキリスタート。同じグループ内でも何人かいらっしゃるんですか。うちらはちょっと今言ってたのは違う。Thank you.
って何何警察だ、警察だ、来い、伏せろ、何何伏せろ、危ない危ない危ないって、待てろ、何があった、何をしていたんだ、何をしていた、答えろ、バトン、バトン、バトン、こいつらから何を聞いた、こいつらから何を聞いたんだ、俺は詐欺、俺は詐欺、怖い、今からお前を助ける、お前は誰だ、庄司、庄司、決めろ、俺はジャック・バーガーだ、トニー救援頼む、今救援が来る、もうなんだ何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年、そしてお金を入れカウントダウン開始、止めて、まずはマッサージ機が回り出した、一体この後マッサージ機はどうなるのか、マッサージ機はなんとソリに大変身、真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく、そしてジャンプ成功、次はこの青年、カウントダウン開始、マッサージ機が回り出す、しかし青年の友達は助けを求めずただ見てるだけ、さらに友達逃げる、全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていくが、その時クラッシュ、午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす、お金を入れた、カウントダウン開始、マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている、だが お茶をかぶりながらも大絶叫、しかしこれはかなりのスピードが出ている、ということは少しドッキリスタート、もうダメだ。
から閉めたらでもなんか誰か閉めたら帰って怖いと。あ、違う。あ、怖い。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 猫ジャンプは見られるのか。南明。普段どんな歌だったんですか。アニソンが多いですね。アッキーナの部屋にのドライヤーめっちゃ来てるやん。めちゃくちゃストレスですよ。青年座った。そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年。しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。プロだ。当然だよね。Subscribe now.